まあそれはそれとしてあれじゃないですか、ライブやったじゃないですか。俺がちょっとあの別のライブ見に行っちゃったやつ。なんだっけ。いやいや、あの爆音ライブ。ああ、はい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 、それのお話があるじゃないですか。あれはですね、なんだっけ、クリープっていうね、っていうねって読者の方はクリープみんな知ってる。まあ初めて見た人知らないかもしれないけど、クリームのトリビュートバンドで俺がギターのボーカルで入ったやつと、あとトミヘンっていうジミヘンのトリビュートバンドで俺がベースで入ったやつね。で、あともう一つがなんだっけ、無限ブラスターズ。無限ブラスターズっていうもう超絶ファンクバンドで、このファンクバンドを取りに持ってったんだけど、もうね、エンドレスなの。始まりから終わりまでずーっとエンドレス。ああ、なるほどね。すごかったよ、うん、でもリズム跳ねまくりのさ、でもうボーカルがもうすごいド派手な女の子で、もうその子がもう弾けて踊りまくりながら歌ってさ、一番その無限ブラスターズが盛り上がったかな。やっぱり最近のっていうかさ、そのファンク系のやつってやっぱ踊りと一体化してるよね。うん、やっぱね、花があるね。うん、うん、いや僕が見に行った、これはプロでアルバム出してるので怪獣公演っていうのがあるんだけど、うんうんうん、それはもう本当に、ノンストップで、うん、頭からケツまでずっと演奏して、うん、で途中でまた海外公演とかやってるさ、大阪モノレールっていうかな、うん、そこのボーカルの人がゲストで出てきてやったんだけど、それも超絶すごかったね。何、それ2つもファンクなの？2つっていうか、まあ怪獣公演の中に東京モノレールのボーカルの人が、その人ブルース&ソウルレコードで記事も書いてる人だけど、まあ、有名な中田さんって人なんだけど、プロもね、そのあれがずっとファンクで頭がけつまって、うん、でもうずっと会場が前のところで、僕らこう見てる目の前でもうみんな踊りまくってんだけど、その踊りも半端ない、めちゃうまい踊り。お客さんの？お客さんとな、バンドのに入ってるようなダンサーもいたし、うん、ちょっとお客さんみたいのもいて、5、6人かな、踊ったのかな。2人ぐらいはちょっとバンドの系で、あとは、なんていうか、仲間の人が来てさ、うん、こう、入れ替わり踊るんだけど、うん、まあ、すげえショーだった。やっぱ、ファンクって盛り上がるんだね。盛り上がるよ。もう、その会場中がもう、クラブっていうの？あ、俺、クラブってあんま行ったことないんだけど、うん、そういう感じらしい。なるほどね。いや、もう、ほんと呼吸できないぐらい、すごい、下北だったかな。あれはすごいライブだ。いやー、こっちも盛り上がったよ。で、トミヘンとクリープは爆音で、無限ブラスターズはファンクで、もうリズムがすごかったから、本当に企画タイトルの通り、爆音とリズムの祭典だったね。すげえ楽しかった、うんうん。よかったっす。あ、他はライブやったら、結構ほら、ナルミアとかあっちの方もやってるよね。シャイニーブルー、ああやってるついこの間やったかな。で、そこはオイルシティっていうちょっと小ぶりな箱の中で、どこだっけ、阿佐ヶ谷、うん、阿佐ヶ谷のオイルシティ、はい、阿佐ヶ谷でね、ボーカルがなるみちゃんっていう、うん、彼女が日本語ブルースとか関西系の歌が好きでね、結構そうドスの効いた声でね、彼女の歌声好きな人結構いてさ、うんうん、いやすごい上手いと思いますよ、うんうん、ハートフルっていうかね、うん、そうだね、うん、もう何年くらいになるかな、もう結構形になったな、あのトリオも、うんうん、あれやって、まあ、テレちゃんのギターもいいんだよ ね、 そうだね、あ、いやもちろん隊長のリードギターもいいんだけど、テレちゃんのバッキングがまた意外にいいんだよ、あれ実は、うん、要なんだよね、うん、支えてんだよね、最悪降りなくても成立するもん、あの2人で。いやそれは分かります、ね、なるんだよ、ノーコメントとか。いやそのバッキングがある、本当にね、本当に広がりのあるバッキング聞くからね、うん、だからなるみちゃんも歌いやすいんじゃないかな、うん、そんなさド派手なギタリストじゃないんだけど、ああいうバッキング本当にうまいな、大したもんだよ。で本人もさ一人でもピンでもすごいもんね。あ、そういうこれはいいのかな、バンドメンバーの話をするのはいいよな。
ああそうだね、うん、まあどういうバンドやってるかって話、そういうことだね。なんかね最近ね個人名が多いからちょっともうさすがにね登録者2000人で 1ヶ月の視聴回数が1万回ぐらいいってるからちょっとさすがに個人名出すと知らない人がね何のこっちゃってなっちゃうからね、うん、まあ気をつけますけどね、うん、まあテロって出ちゃう気がするまあね流れでね、うん、2100? いったかな、うんうん、2110かなんかだったような気がする。そうそう、まあ、それでそのトリオでまあ2人してアコースティックでバック固めてなるみちゃんのリードボーカルでっていうあの形が出来上がって、で俺もねここに来てねやっとアコースティックギターのなんだろうな弾き方が分かったっていうかさ、悩んでたよね、うん、スタイルが出来上がった感じがした。だからまああのアコースティックじゃないエレキを持ったとしてもそのあのクラプトンクリームタイプのリードギターもあるけれども、ああいうなんていうの日本語ブルースとかややもするとちょっと歌謡曲とかそういう系のあのちょっとオブリガードみたいのもちょっと枠広がってるよね。音の作り方とかね、あの、うん、某所でさ、うん、あの適当にみんなが歌う時にこう裏で弾いてる時もさ、あのここ数回すごい様になってるもんね。あそう、うんうんうん、かっこいいと思いますよ。ありがとうございます、うん、何人かの女性たちよだれ垂らして見てたじゃん。あ、そうなの。いや、まぁ、ちょっとそこ、あの、持ってますけど。一番大きかったのはね、うん、あの、アコギってさ、ハイポジション弾けないじゃん。うんうんうん、だから、今までさ、うんうんうん、F の形の、ペンタトニックスケールばっかり弾いてたんだけど、うんうんうん、必要に駆られて、B のフォームのペンタトニックスケールを弾かざるを得なくなってきてるわけで、そこのスケールでおぼりだとかリードを弾けるようになったのが大きい。あ、なるほどね、うん、で明らかにスタイルは変わってるのは事実だよな、うん、あの、偉そうに言っちゃって事実だろ。まあそんな感じでね、我々のライブ、あ、俺はね、一個ね、うん、あれですよ、いよいよソロデビューしまして、あ、写真では見た、行けなかったけど、うん、あの香港に行った時のさ、あの買いっぱなしでさ値札がついてるやつのなんか寝巻きみたいなあのシルクのさやつ上に羽織ってる。普通の T シャツに羽織ってるからさ、何それみたいなさ、一応ちょっと危ないんだけど謎の中国人ということで、あのホーリキソンとか言ってさ、それはオープンマイク、いやいや、ライブで、ライブで、ライブで30分間自分で一人で歌ったよ。おー、素晴らしい、素晴らしい。何やったの？バッジから入って、バッジ、バッジ、リトルウィング、でクロスビーのなんだっけな、ティーチャーチルドレン、オハイオ、サザンマン、チェンザーワールド、マイギタージェントリーウィープス、あと何やったかな、まあそんなところ。へえ、すごいね、7曲もやったの。まあ一応30分だからね。なんか12弦で弾いてたよね。12弦。12弦でさ、ペダルでさ1、2弦を開放でさこう鳴らすっていうやつがあるんだけど、あれがなんていうの、テンションコードっていうか不協和音みたいのでやってたらさ、なんかチューニング狂ってるって言ってた。でもそれ本当は、いや、他の人だってさ、チェーンズワールドだって1、2弦ほら開放で弾いてるじゃない。うんうんうん、あの感じをちょっとこういう他のコードでもね、うん、あの C シャープマイナーとかさ B マイナーもあれ使ってやってたんだけど、俺は耐えられたけど嫌いな人は嫌いだったみたいな。まあまあいいんだけど、まあまあそういうことで、あの一応やりましたよ。素晴らしい、素晴らしいよ。俺絶対無理。うん、でもいい悪いはもう一旦置いといて、いやもうナイストライですよ、うん、いやもうこれは今後ともなんかね、うん、素晴らしい。そうそう、うん、最初はね、ベースでさ、今言った曲全部弾ける人さ、また名前出しちゃうけど、宇都宮さんっていうね、うん、誕生日一緒のお兄ちゃんがいて、うん、その人にちょっとやろうかと思ったけど、うん、一応最初声かけたんだけど、いや待てよと、やっぱり一人でやるべきだっていうふうにちょっと思って、すごい、もうなんかね、こうやっぱりでも一人だとリズムは自由なわけさ、うんうんうん、だから俺のリズムは俺のリズムであるわけだから、うんうん、
気使わないでやるっていうのもね、一つやり方としてはね。いやでもさ、ほんとその年齢って言ったら失礼だけど、その年齢で初トライをするってさ、うん、尊敬しちゃうよ。いやいや、だけどじゃあお前ブラックサウスどこ行ったの。いやいや、それはちょっとなんか、そうだ、それはなったね。いや、まだ、ちょっと待ってください、皆さん。ブラックサバスやんないとね。やんないとね。まぁ、あ、ちょっと、だけど今、だから、クオリティがたくさんやりすぎて、うんうん、あ、まさにさ、ななちゃんも最近帰ってたじゃん。やっぱり絞ってやってくるんだって、はい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 。やっぱり、あの、体調もそうだったじゃん。いっぱいやりすぎるとさ、もう頭の中がぐちゃぐちゃになっちゃうから、うんうん、やっぱりなるだけ絞って、それは、ね、いろいろあるからさ、ちょっとやりたいのも、やりたいのもあるっていうか、結局やっちゃってるとこもあるんだけど。全部が全部捨てきれないけど、まあ、ある程度絞ってやっていかないとね。企画をやるプロデューサーっていう立場上をこうやむを得ないところはあるよね。うん、まあ、ね、優しいね。だけどやっぱり絞るべきだよ。絞るべきだよ、うん、あのクオリティを上げるために、ね、うん、で実際今さ、ライブがさ月に2本ぐらいにしてるから、やっててさ、やっぱりあのぐちゃぐちゃな時よりは少しぐちゃぐちゃ感が減ってさ、あの やり終わった後もまあまあな感じ、うんうんうん、いやもうひどい、その10個ぐらいやってる時はさ、もう、まあまあなやつとさ、もうこれなんだよみたいなのもついやっちゃってたりしてたからね。いやまあね、あのお金もらってやる以上は全力は尽くしたよね。でもそれでもね、うん、全力尽くしたんだけど、だけどそのまあ後で見返すと結果がついてこなかったかなっていうライブはいくつかあったことが事実だね。 あるね、うん、でまあ準備不足だもんね、やっぱね。そう、それはもうあの大事な問題だね。だからそうだね、一つでもやりきったっていうライブ増やしたいよね。そうだね、うん、だやっぱちゃんと準備をしてやってっていうことだよね。だからさ、サムシング4のライブなんていいきっかけだったと思うよ。いやでもあれ、逆にあれはさ、あのほぼ練習なしだから。あ、だから準備もヘッドクレもなくて。そうだろ。うん、1曲だけドライブマイカーだっけ、うん、あれだけはまあちょっとさ、もうすっかり忘れてるからあれだけど、それ以外はまあ普段やってる曲で、うん、もう自分の内側から出てるものを出す感じ。なるほどね。でもあの拍が飛ぼうがリズムが崩れようが気にしない、まあ、そんなにめちゃくちゃ、まあ、ちょっとあったけど、ちょっとだけ、うんうん、だそれ気にしないやり方っていうのも。なるほどね。あの昔のだからさ、70年代とかさ、うん、60年代のロックの人たちはそうじゃん。聴いてるとだって自由じゃん。まあね、リズムもブヨブヨだしさ。そうだね、うん、だから そういう原点に立ち返った、うん、あのロックマインド、うん、いい意味でもね、うん、あの適当にやるっていうんじゃなくて、うん、自分の内から出てくるものをこう出すっていうね、うんうんうん、あれはね。なるほどね。で他のはもうやっぱりさ、もうちょっとそのカバーっていうかさ、原曲をちゃんと忠実にやりましょうって言ってバンドのメンバーも一生懸命コピーしてきたわけだから、それに応えるべく自分もコピーすべきやしね、あの全部はできないけど、自分のできる範囲の中でコピーできるところはコピーし、構成もちゃんと気にしながらやるっていうのは、これはこれ大事。